見て見て、スープが白い、白ラーメンです。まあ、私が頼んだのではないですが。こちらは手作り餃子と小粋醤油ラーメン。麺が伸びないうちに食べたいのになかなかカメラが固定できず。しばしお待ちください。私が苦戦している間に家族はもうどんどん食べてます。ちなみに白ラーメンは塩ベースにニンニク、生姜が癖になるお味だそうです。ではいただきます。ちなみにラーメンが大好きな私ですが、麺をすすって食べることが苦手です。お出汁が効いたさっぱりだけど濃い醤油ラーメンです。ニンニク、生姜がしっかり効いた味と聞いたので私も少しもらってみました。ニンニクが効いてて美味しいです。メニューをあまりよく見ずに いつもの醤油ラーメンでいいよって言ってしまった私、ちょっと白いスープを見たら、あ、こっちのメニューにすればよかったと後悔してます。全部食べちゃう前に家族にお返し。再び小粋醤油ラーメン戻ってきました。あ、そうだ、餃子も食べてみようっと。もちっとしてて大きくて食べ応えのある餃子。
ちょっとチャーハンも分けてもらおうっと。うつまきナルト入っていると嬉しいですよね。うまくすすれない私は麺をお箸で押し込んで食べるのが私流の食べ方です。大好きなブラックペッパーをかけるのを忘れてたので慌ててかけます。どんどん食べよ食べよ。ポコくんはラーメンが来る前に離乳食を食べ終えたのですが、なんかみんなが食べてるのを見て食べたそうに見てました。割り箸を口に加えてます。ちなみに一回危ないと思って割り箸を取り上げたのですが、割り箸を取り上げるとものすごく怒ります。メンマも入っていると嬉しいですよね。ちなみに家でラーメンを食べるときには桃屋のやわらぎメンマを入れて食べます。チャーシューは私は入ってなくてもいいのですが、入っていれば食べます。海苔もあると嬉しいです。あららららら、手がちょっと邪魔しちゃいますね。
餃子もチャーハンも食べてちょっとお腹いっぱいになってきました。どうやらもうポコくんは待てないようです。麺食べ終わりました。なのでスープタイムです。スープ大好きな私はスープを飲みます。至福タイムです。なんとシュールな感じになってしまいましたが、しばしお付き合いください。最後までお付き合いありがとうございました。ではまたね。バイバーイ。